新寺の池。上の写真の右側から左側方向を写した写真。柳川城は福島県達市柳川町鶴ヶ岡にあった日本の城。国の史跡に指定されている。鎌倉時代初期に築城された。鶴ヶ城と呼ばれることもあるが、現在ではこの古障はほとんど知られていない。柳川中心市街地の東側にある茶臼山から、 西北西方向に張り出した高台の上に築かれており、城下町である平地との標高差は十数メートルになる。柳川城の北側には車や堀が築かれ、西側は断丘の急斜面、南側は広瀬川と広瀬川の侵食によって作られた断崖、そして東には金沢堀と茶臼山という天然の溶岩となっている。一説には文治5年に、 伊達市の伊達軍入りと共に築城されたとも言うが、文献上明確なのは、室町時代の o a 33年以降である。一方、発掘調査で発掘された遺物の最も古いものは、伊達市三代、伊達義弘、または四代伊達征夷の頃と推定されており、この頃には築城されていたと考えられる。伊達市は、源頼朝の欧州征伐で甲を立て、源頼朝に、 伊達軍を賜った関東武士で、伊達軍に入職して、伊達氏を名乗るようになった。伊達軍は、鎌倉時代以降、豊臣秀吉によって16代、伊達政宗が天保するまで、伊達氏の本拠地だった。柳川城は、4代伊達征院の頃から、天文元年に、伊達種宗が氷西山城へ移るまで、300年弱にわたって、伊達氏の本城だったと考えられている。 城の北方には、伊達市の宇治神の柳川八万宮があり、また、近隣には、京都御山に倣って、伊達聖医が創建したとされる、伊達御山と称される寺院があった。伊達氏が、伊達軍の自当職、後には、欧州短大職などを得たことにより、伊達軍のみならず、福島盆地全体、あるいは、南欧州のようとして栄えた。伊達氏の居城が、氷西山城、さらには、 米沢城に移った後も柳川城は、領内の重要拠点として機能し、一族や有力家臣が城主となっていた。なお政正宗の初陣は、伊武軍での相馬氏との戦いであったが、その時に、伊て軍の拠点となったのが、柳川城で、正宗は、柳川八万宮に戦勝祈願をしたと言われている。また、その政宗が、田村軍の田村氏から愛機を正室として迎えた時、 花嫁の受け渡しが行われたのも柳川だった。奥州市沖によって岳市が岩出山城へ移ると柳川城はガモ宇ジサの領地となり、宇ジサの死後は上杉ス影勝の領地となって柳川城には須田長吉が置かれた。現在の柳川城の遺構は基本的にこの時代の城主によるものと考えられる。本丸の物見や跡の石垣は あのお席で、土類は、中世に作られた池の道水路を埋めていることから、ガモウ、上杉時代にはかなり大きな改修があったと推測できる。北三ノ丸の高い土類、広い堀などもこの時代の増築と考えられる。慶長5年の関ヶ原の戦いに絡んで、徳川方の伊達正宗と石田方の上杉影勝の戦いが現在の福島盆地で行われた。10月7日、 伊達軍は、大江田城に陣を敷いた阿武熊川対岸の柳川城を攻めたが、柳川城の抵抗も強く、横田大学の内通も発覚したため、伊達軍は攻撃を中止して、北目城へ帰った。江戸幕府成立後も伊達軍は引き続き上杉資領となり、柳川城には、上杉氏の家臣が置かれた。柳川城の下には、武行として、 佐藤氏や小笠原氏などが置かれ、上杉定勝は彼らを肝入りとして、福島盆地に西根関水路を完成させ、高地面積を飛躍的に拡大した。漢文4年、上杉綱勝が後継者を決めぬまま休止し、本来ならば、海域になるところを、吉良義仲の長男、綱則を養子に迎えることによって、上杉家の存続が認められるという騒動の際に、 上杉城は30万国から15万国となり、柳川城を含む伊達軍は没収され、天領となった。この時、柳川城は廃城となった。しかし、本丸や北三ノ丸の矢倉及び城主館を含め、城の一部はその後も柳川藩松平氏などの陣屋として使用されている。江戸時代中期以降の柳川は天領となったり、二度にわたって柳川藩となったり、 あるいは、藍津藩や岩木平藩や正木藩の飛び地となったり、目まぐるしい。そのため、柳川に関する江戸時代の資料は他藩に残されているものも多い。また、かつて柳川城が統治した伊達軍のうち十一村は、刈谷藩の領地となり、幕末まで湯野に陣屋が置かれた。柳川城市には、本丸後に平成二十七年三月まで、 柳川小学校があった。本丸を北、東、南に取り囲む二の丸のうち、東二の丸後に、浅間神社と、伊達市立柳川幼稚園と、伊達市立柳川中学校、南二の丸後に、福島県立柳川高等学校がある。本丸の東から二の丸の北までを取り囲む三の丸は、江戸時代に陣屋などに使われたが、現在は住宅地となり、 個人宅や市営住宅が立ち並ぶ。現在の柳川小学校正門は、江戸時代までの現存する図面には存在せず、比較的新しい道と思われる。柳川城当時の大手門は、現在柳川小学校の裏門となっている北側に、ある清水町からの都販路であった。柳川城市及び周囲には、土塁や堀の跡、 城下町ならではの見通しの悪いクランク型の道なども残っているが、宅地造成や再開発で急速に失われつつある。一方で、地名には見つけ、元陣内、後ろ町、大町、中町、内町、町浦など、城下町の名残となる地名が多い。1978年から1981年にかけて、旧本丸跡である。 柳川小学校校庭の発掘調査を実施した。校庭の一角に中世庭園、神事の池を復元し、校庭は埋め戻した。岳氏が室町幕府と結びつきを強めていた時代のもので、一説によると、東日本で唯一の中世庭園と言われる。また、福島県藍津若松市の福島県立博物館には、柳川城の復元模型が収蔵されている。 東二の丸跡にあった柳川中学校は、1998年7月から二の丸の東隣の茶臼山山6に新校舎の建築が始まり、2000年1月に新校舎に移転した。二の丸跡の旧校舎は解体され、現在は埋め戻して、中学校グラウンドとなっている。この校舎改築にあたっては、調査、工事中、柳川城の遺跡が発見されて、 校舎改築計画に大きく影響した。本丸跡には明治以降柳川小学校があったが、2011年の東日本大震災で校舎が損壊し、使用できなくなった。柳川小学校は柳川中学校や柳川高等学校の施設に曲がりしたり、300メートルほど離れた柳川中学校隣の敷地にプレハブ仮設校舎を建ててしのいでいたが、 2015年、1キロメートルほど離れた柳川町北本町に新校舎が完成し、柳川小学校は移転した。柳川小学校跡地である、本丸跡には、伊達市の歴史資料館の建築を検討中である。令和元年10月16日文部科学省告示第77号、史跡等の指定等について、福島県では一般的に、鶴ヶ城といえば、 合津若松市の若松城を意味する。ただし文書上で明確なのは十一代持ち州から十四代田根宗現在の福島県立郡氷町、伊達市にあった。伊達市が本拠地を移すと、米沢、合津、岩出山へと一緒に移転され、現在の仙台市の北山御山へとつながる。佐藤家忠は、福島を本願とする地侍。古川十吉は、 品の州で、船仮説もあるが、現在は、西根神社に、新立草鎮寺として、共に祀られている。西根関は、福島市北部から伊達郡氷町、伊達郡国見町を経て、伊達市に至る、農業用水路。21世紀の現在も維持管理されている。下関と上関の二つの水路があり、灌溉面積は、約1400ヘクタール。当時、 米沢藩の実高は51万国余りに増加している。終わり藩練習より以前の天領を期間中に破却され、松平氏の家老が新たに陣屋を建てたという説もあるが、古参や筆頭の練習をいきなり無常大名にはしにくい。天、伊達軍は仙台の伊達氏の本願地であり、警戒が必要である点から異論もある。本丸には、 大きな上司碑と雷神の祠がある。上司碑には、大篠市氏居城綴りやさもり袖が先上司と刻まれている日本城を体系の図を参照。ありがとうございます。